6番やんで打ちます。来ましたね、この企画っぽいところ。これよ。うわっ、ええー、ぞ。なんかこれの難しいところが今分かった。ゴルフが嫌になる時ありますか？めちゃくちゃヘビーな質問で、誰に聞いてる？はい、皆さんこんにちは、マイゴルフの刺身です。今回なんですけど、関西クラシックゴルフクラブさんで撮影しております、ボンちゃんです。はい、はい、今回なんですけど、関西クラシックさんでちょっとね、僕ら初の企画でパター以外のクラブ3本、はいはい、こちらをもうスタート時点でも選択して、もうこれ固定 で僕が選んだのはドライバー6番アイアン、サンドウェッジ60度、はい、でモンちゃんが選んだのがスプーン7番アイアン51度。おお、これで動作が出るからね。でこれでまあもう確実にもうしっかりとスコアを出しに行く、はい、もうゴルフの原点に帰ろうという企画でございま す、ね、ルーツをね探ろうということで、はい、そういうことです、まあ、前回の動画見てもらってもね、はい、ルーツ感あったでしょう、はい、皆さんね、やっぱゴルフはルーツ、はい、ルーツですね、はい、ということで、はい、やっていきましょう。湯谷コースの3番ホール、はい、いやこれでマジでしっかりアンダー出たらもう皆さん文句ないでしょ。文句ない。これでやっぱね、まあ、アンダーまでいかなくてもやっぱ30台はしっかり出していきたい。そりゃそりゃ、ボンちゃんだから今ちょっとピンチですけど、バーディー2個ぐらい取っとくわ。ああ、いけるやん余裕ドライバーでしっかり、もうこれは近づける、できるだけ。おお、ええー、ね、ここであのショットナイス。これはね、ちょっといつもミスるんでフェード系できました。素晴らしい。捕まえた球を打ちたいんですけど、あえて左に振り回す感じでフェード系を打ちました。僕はあえてここは左の木方向に。おっと、あえてきた。もっと曲がれ。ごまえだ。ナイス。フェアウェイか。いい方向ちゃう？よし、フェアウェイやろ。あれはフェアウェイ。いや、ラフでいいかな。もう、逆にフライヤーさせに行くの。届かへんねんな。さあ今日もね、皆さんにちょっと、ゴルフの面白さと元気を届ける投稿をしていきたいと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん楽しんでてください。晩ご飯で、ね、皆さん終わったぐらいだと思います。そうですね、はい、もうそろそろ寝る前かなと思うんですけど、はい、寝る前にちょっと僕らの動画見て元気になってもらって、その日の嫌なことを全て忘れ去って、はい、ぐっすり寝てほしいということで、うん、頑張っていきます。ゴルフが嫌になる時ありますか？めちゃくちゃヘビーな質問で、誰に聞いてるごめん、めっちゃヘビーな質問で、僕言ってもいやでもこれもうほんまに忖度なし、はい、もうほんまに正直な感想、うん、もちろんありますよ。やっぱでもアマチュアの人はどうか分からへんけど、うん、僕らやっぱ仕事やから、うん、ね、やっぱ嫌になることをありますね、めちゃくちゃ、うん、だって一生懸命やってんのにこうね、うまくいかんかったりとか、やっぱなんかこうね、いろいろ打ちたい球打てなかったりとか、練習ではできんのにね、こう試合で成績出せん時とかめちゃくちゃ悔しいし、嫌やけど、昔は嫌な時ってこうね、もうゴルフそれこそもうやめとったけど、逃げてたけど、今はだから それが嫌になるっていうか、嫌になることはなくなったかな、今はね。今はなくなりましたね。なんかこう、あ、これが足りひんやったらじゃあこうしていこうっていう、そっちに働くようになったんですけど、うん、昔はでもありましたね。でも今でも嫌になる時もちょっとあります。もんちゃんあります？僕はずっと嫌ですね。ああ、そうですか。失礼しました。すいませんすいません僕はずっと嫌やな。165でずっと嫌なんや。じゃあ僕嫌なことをやらしてしまってたゴルフ飽きたな卓球する？卓球とかのもっとシンプルゲームがいいですね。ちょっと2つやわ、ゴルフ。165-7で。お、あ、いけるやん。ちょっと上げてるからな。エッジぐらいまではいくと思う。おお、これええんちゃん。バーディーあるやん。いってる。よっしゃーい。入った。いや、なんかこれの難しいところが今わかった。
どういうこと？もう狂ってきてるゴルフがなんでかって言ったら今のも、うん、僕最終的に普通のいつもの自分で打ったんですけど、うん、ちょっとフックグリップにして飛ばそうとかしちゃう。あ、だから別のいつもの線打ち方しちゃう。だから前のホール前の回の僕のティーショットなんかフック系打ちに行ってるんですよね。なるほど、ね、ティーショットやらんでいいことしようとしちゃってた。なるほど。あっぶねー、3ホール目で気づいた俺天才でした。あっざあっざ3ホール目で早。どうした、大丈夫？気づいてた刺身え、そういう、あ、気づいてますよ、もちろん。出だしから、うん、出だしだって僕サンドウェッジフルショットしてから思ってた。次のサンドウェッジ打てる時に気づいてあ、これちょっとやばいなみたいな、変わるなみたいな。早いな気づくん。138ヤードぴったしやん、60度ぴったしやん山浦大輝かもう山浦大輝やん。あいつセコいの全部いけるあいつ大体ウエッジとドライバーだいける6番アイアンで打ちます。来ましたね、この企画っぽいところ。これよ、これ待ってた。ただこれ止めなあかんからカット系でいきたいね。距離余裕あるし6番のカットでいきます。狙い目はピン、ピンの左4メーターぐらいのところから、はいはい、まあ曲がったらラッキーぐらいで、まっすぐ行ってもいいかなと思ってます。振り幅しっかり覚えさせといてカット。うわーでかいねこれ。うわええぞ、筋ったけどね。筋って、いや、パーンって跳ねて止まったん見えたで。止まったは止まったと思うよ。奥に止まったんかな、でかいかな、さすがに。いやいや、ないっすよ。なんでも、あの、これおもろいな。なんか、もう手前のバンカー絶対あかんから。そう。いや、なんか、僕ら結構皆さんに参考にならないようなことしてるように見えるんですけど、あれぴったしのクラブやったら全然攻め方が違うんですよね。ピン真上からいけるから140とかやったらもう狙うもんな、ピンってなると。アマチュアの方が自分が狙える球を持ってない時に、うん、やっぱ今の刺身なんかやったらちょっとピンの左目から狙っていってるんですよね、うん、なんかそういう風なことちょっとこう考えてみてもらったら、まあ、確かに狙い方的には全然僕らいつもとちゃうことしてるんで、うん、だいぶちゃうね、うん、もう今の普通に僕ピッチングとかモテ取ったら狙ってるもんね。ピンの上からピン向いてちょっと捕まえる球打って狙っていってるから。俺なんかでも捕まえる球打ち出してめっちゃ変わったなって思ったのは、やっぱスピン量変わったから風とかに負けにくくなったな、うんうんうん、だからボンちゃんがいかにさドロー打ってて風に負けへんのかが分かる、うん、そやな。ボンちゃんあんま負けへんやろ。あんまりやな。ただ右からの風の時とかは結構困るな。あ、こっち曲がりすぎるってこと強烈に曲がるただイメージは悪くないな。あ、そっちに曲がるか。そやな、左からのムズない。そやな。あ、皆さん星型マイゴルフマーカーぜひ、概要欄のベースからご購入ください。よろしくお願いします。くれや俺に。え、開けたって。え、開けへんかったっけフックライン。え、スライスじゃん。スライス。さあ今日も29日頑張ります。下りいいね。このやっぱ真上から見れるっていうのが最高やね。弱いか。あー弱い、弱い。とこれ邪魔か、さすがに。大丈夫。ほんまか。ちょうど大丈夫。まあスライスやもんな。お、これ来た。やった。ナイス。来たやん。あ、有言実行する男。有言実行男。え、サムネ候補出そうとせんで。いや楽やんだって。よーし。言ってる方がみんな。有言実行男来ました。よっしゃー。クラブ3本でバーディー。おー、いいね。ちょっとマイク調整します。クラブ3本でバーディー当たり前なんやけどな言葉的に当たり前なんやけど
入れすぎてたな今まで。まあそれはあるな。イエーイ、あざっす。なんか短く持ってるだけでごっつ簡単に見えるな。俺もしようかな。これちょっと持ってみ。いいな。いや昔アプローチの、うん、アプローチをもうめっちゃ短い子供用クラブ入れようかなって思った時があったんですよ。ランニングアプローチ専用に。それやったら打ててたんです。めっちゃ簡単やって、うん、短いっていうのはやっぱすごい簡単なんやなと思って。だからパターにいい長いパターン苦手で、うん、34インチとか、うん、だから僕昔からパター自体も32とか使ってたんです。29度29、20代ありやん。20代は見たことなかったパターの。これあの釣り屋の人に急遽切ってもらったんですけど、あのすぐ打ちたかったから、そのなんか練習で、うん、その34インチのパターをめっちゃ短く持ったら、うん、なんかあれこれなんかええなって思って、うん、でなんかうわ切りたいなと思って、でもそのメインパター僕スクワットさんの使ってるんですけど、ちょっと一回試しに余ってるパターで切ったの思って、で鶴屋持ってって鶴屋の時に やってもらったんですけど、ごめんなさいちょっと31でどうですかって言われて、ちょっとあのグリップがもしかしたら、はい、スカスカなるスカスカなるかもしれないです。いや29でっつって、やっぱ20代がいいじゃないですか。どうせなら20代がいいじゃないですか、うん、やっぱスコアも皆さん20代出したいじゃないですか。出した、うん、だからちょっとごめんなさい20代でっつって、でそれもう一回聞かれたんです、ごめんなさい30やったらギリいけそうですとか言って、いや29でっつってそう29にこだわりました。もうぐるぐる巻きでいいやんなテープな。そうそう、いやそれでぐるぐる巻きでっつって、わかりました、なんとかやってみますっていうね、釣り屋の優しい、あのクラフトマンのおかげでちょっと今回29インチが実現したんです。実際めっちゃいいね。いいな今のところ。カップも近く見えるし、うん、なんせこうなんか僕ボール真上から見れるっていうのがめっちゃいい、ね、なんか良かった。いいないいしょ。さあここちょっと長いよボン選手429でも、やっぱりできることやらなかった。おー来た、さっきフックグリップしてったんよ。名言名言、あかんあかん、そういうんじゃねえ。まあでもフォローやな。ちょっとでも黄色いど真ん中に黄色い旗があるんですけど、はい、あれの左、うん、前の組の方がオンライン狙って、いやいやあかんな、フライヤーと思ったけど今日のピンチフライヤーなしやな。なんでフライヤーな、距離か、距離的にスプーンで調整しようや、スプーンで飛ばそうか、おっと嘘です。じゃあフックグリップする、いつもの自分で。お有言実行、完璧じゃん。ナイスミス、宣言通りちゃう、ナイスミスでさ。でもやっぱボンちゃんってそういうとこほんま器用よな。どういうとこ。いやいや、あのそのさ、ラウンド中にさグリップをちょっとフックにするとか俺絶対無理やもん。せえへん。いやせえへん、そういう選択肢がない。嘘え、あの変える選択肢の中にグリップを変えるは一切ないやん。そうか、当たらんくなるもんな。どっか行くやん。当たる当たる当たるけど完璧には難しいかもしれない。そうやな、これ完璧じゃう。危ない危ない、あれでセカンドちょうど6ちゃう。刻みました、いい感じに。お前ティーショットからセカンドの距離のこと考えながら。え、今んとこ僕考えてないけど。嘘。うん、めっちゃ考えてるわ。ピンチがな、この企画に対してはかなりハードなピンチやな。ここはやばいな、奥外して奥からのアプローチも考えとかな。そろそろ皆さんも眠くなってる時なんで、ほんわかな質問いきましょうか、はい、ガチで。ボンちゃんの娘さんの目がボンちゃんにそっくりで可愛い画像を見たのですが、はあ、鼻孔の DNA はどの子に。鼻孔、これって何て言うの、鼻鼻高、あ、鼻高の DNA どの子。ボンちゃん鼻高い。僕は鼻高いって言われますね。高いっていう高くないけど
普通どの子が受け継いでますか。え、全員鼻低いけどね、うち。でもちっちゃい頃って鼻高くないやんな。うん、あ、そうやね、顔変わるし。どうやろ、誰が。でも今んとこやっぱ長男がボンちゃんに一番似てるな。あ、それはめっちゃ言われるね。あの、陽太郎はだってもう生まれた時からボンちゃんの顔しましたもん。まあでも変わるんでしょうね、赤ちゃんの頃から。いやでも鼻高くなりそうやな、このままいったら。もうボンちゃんのまんまになりそう。あ、刺身さんのトップの位置変わった気がするんですが、何か意識して変えられましたか。変わったね。変わりましたね。昔の動画見たらもっと高いよね。もっと脇空いてた。そうやな。脇はあんま実は意識してなくて、この僕ここを意識してるんですよ。ここインパクトの時に絶対に手がこのもう胸の前でインパクト、手が、ここでインパクトするっていうのをめちゃくちゃ意識するようになって、まあこれもアプローチ練習しててひらめいたことやったんでやってるんですけど、そのまあアプローチも絶対その手がこの位置じゃないと、まあ抜けたりするんで、まあそこを意識しだして、でまあバックスイングとかもまあ昔は結構腕だけでこう、まあ僕フェードだから腕でちょっと上げて振り遅れながら打つみたいな感じだったんですけど、なんかそれやとちょっとこう、まあそれこそさっき言ったみたいにアゲンストの時とかにスピンが多すぎて負けたりとか、負けすぎたりとか、まあ改善した方が良かった点がいっぱいあったんで、まあこれを意識して上げるようにしたら、まあここ正面でずっとキープしたまんま上げようと思ったら、これ以上こう腕でこうやって上げたら正面から外れちゃうんで、こっから手が外れちゃうんで、まあ、それは良くないなってことで、体の正面にこう腕を落とし込んでくるっていうイメージだとこうなりました。なんでそこは変えましたね。多分ボンちゃんは自然にできてるんでしょうけどね、そういうのが。ボンちゃんあんま外れへん、正面が。多分悪い時に外れるんやろな。うん、だから一番小さいアプローチとか多分外れてるんやと思う、僕は。打てへんから。175。うわ。フォロー。来たやん。7番アイアンで。うわ、俺やばい。でかい、また。お、安全な方から。あーす。オーケー。なんか普通にゴルフしてんな。よし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 。普通にゴルフしてますね。やっぱ普通にゴルフしたいやん。俺ばっかさっきから加減してんの。やっぱ加減ってむずい。やっぱ14本いるわ。結論。誰や14って決めたん。ちょうどいいわ。147ヤード。これむずいよ。ピンは一番むずいとこやな、これ。今日の企画で。ライ的につま先上がりやから、ねえ、普通にドロー系打ちたんやけど、止めなあかんもんな、あれ。いや、右でええか、これ。ピン向いて、カットでいきましょうか。はい。6番しか持ってないんで、6番普段190ぐらいのクラブなんで、まあ、50ヤードでかいと、40ヤードでかいと。フェース開いてカット。でもさっきのセカンド138やったんですよ、うん、で10ヤードぐらいオーバーしたじゃないですか。あれを打てばいい。別にあれでいいもん。そう、あれでいい。ただつま先上がりからちょっとカットがしない、あんまりしないんで、ピン狙ってちょっとカットしたら、まあ右サイドで OK やと思っていこうか。アプローチ、うわ、ちょっとダフった。あ、オッケー。ナイス。お上手やね。まあ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 、でも楽しいわ、こういう方が。考えることが。でもなんか面白い。まああれやな、シンプルやけどな。逆に、うん、もうなんか、まあちょっと諦めモードもムードじゃないけど、諦めなあかんとこもあるもんな。うん。そこまで期待してないっていうのもいいね。うん。ただ俺はバンカーやだ、51だやからな。お前のボンちゃんバンカーだけは入れへんようにしたいな。そうやね。なるほどな。そこはどうにか避けていこうかな。いやでもこのゴルフスタイルでやっぱバーディーってあんま取られへんやん。ボンちゃんとさっき取ったけど、うん、取れへんな。バーディーがあんま取られへんから、要はってことはボギーはあんま打ちたくないよね。打ちたくないってなったらやっぱ乗せときたいよね。うん。あれ俺っぽい。刺身奥行ったんか。あら、あ、手前にある。ちょっとなダフったん。あんじゃ俺か、手前。ナイス調整やな。でも今のはちょっと良くないね。
緩んでるから。あ、そう。やっぱアマチュアの皆さんに僕が言いたいのは、やっぱ調整するときは緩んだらあかんからね。緩んだらめっちゃミス出るから。難しいな。いかにこう緩まず打てるスイング幅を見つけるかなんで。ああ、今の僕の幅やったら多分ちょっとでかかったやろな。お、折れちゃう。いや、こっち折れのはず。うん、こっち折れ。お、あ、俺これか。このな、29インチのな、一個欠点があって、これピッチマーク直して押すときめっちゃかがまなかった。いや、それぐらい。それぐらいええやろ。ちょっとそれがな、デメリットです。ちょいフック。来てるよ。うわー、惜しい。ナイス。雰囲気出てる。ナイス。ナイス。短。短いな、やっぱり。え？そう。いつ見ても短いな。うわ。あれ？ノーフック。最後、最後ちょっと。最後ちょっとやな。尾崎です。このまま取れるからいいですよね、この前傾のまま。こうショートパット絶対外さへん、それ。外す気せえへんな、あんまり。短いパター流行らすわ。流行らそう。お、来た。それも流行らそう。うわー、スライスでいくかフックでいくかやな。おー、いいな。そこ操れるん、いいな。強いな、ゴルファーとして。フックで行くか。しゃーなし。しゃーなし。オッケー、ナイスパー。あら。くわー。うまい。しよしよしよし。渋。両利きゴルファー。両利きゴルファー。いや、お互いナイスパーやな、ここ。ナイスパー。このホール。刺身があの超微妙な距離でこのシチュエーションで。あそこ乗せたんがちょっと予想外やな。外れると思ってた。いや、むずかったもん。ああ、僕カットうまいからね。カットできるねえな。俺やっぱ押されたらドロー回転きつくなるから。ここパーやったらええな。次ちょっとパー5なんで、いやいや、ちょっと次バーディー行きたいな、マジで。僕はまだバーディー取ってないから。ということで2ホール終わったんで、はい、皆さんとはこちらでお別れになるんですけど、また次回もぜひ楽しみにしておいてください。久しぶりはイーブン。イーブンですよ。えでも、もんちゃん、ツオバちゃん、ツオバボギーダボ打ってからのバーディ、ナイスバーディやな、マジで。あれはナイスやったけど、でもロングがな、サバイバーやってたらもう押してるもんな。押してるな。な、大概大概押してるな。池田くん出さなかも。あれ、おっと。今まで一ホール目で落ちたやつ全員出して勝負して。やったらワンチャン勝てるな。やばい、でも三つ葉さんおるからな。おっと。強敵が一人おるからな。三つ葉さん多分今度はタダじゃおまん。殺しに来ると思う。容赦ないプレーさせる、されそう。はい、はい、ということで今回も終わりましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。マイクロフォンでね、ちょっと来年の、あーちゃんは2024年の3月までにちょっとね、チャンネル登録20万人いきたいんで、はい、ぜひ皆さんのお力添えをいただければなと思います。お願いします。僕らもね、面白い企画やって、皆さんに楽しい動画、そして、参考になる動画、そしてね、ゴルフの面白さを伝えれる動画、いろんな動画をね出して頑張りたいと思ってます。ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。